はい、こんにちは、大島です。はい、それでは今回はですね、なぜ有望な、ラーメン屋を辞めて、起業したのかと、部分で、ご説明、お話しさせていただきたいなと思います。はい、で、僕はですね、よくあまり見えないと、言われるんですけども、実はですね、ラーメン屋でした。1年前まではですね、ラーメン屋で働いていまして、まあ、そこでですね、副店長をやらせていただいておりまして、実際ですね、まあ、年収は600万ちょい、あってですね、まあまあ、まあ、僕その時25歳とかだったので、まあ結構学歴なし、コネなし、人脈なしっていう部分ではですね、まあ、なかなか良かったんじゃないかなと、思っております。はい、で、それでですね、なんでそこで、その後ですね、まあ、それぐらいもらいただいていたんですけども、まあ、結局こうラーメン屋さんのれん分けとかですね、もできますし、そこでのれん分けするとですね、もちろんその働いている時よりはもっともらえるというふうに言われていたので、まあ、それでいいのかなと実際思っていたんですけども、まあですね、インターネットの世界、インターネットビジネスの世界、とプラスアルファですね、あと他の投資だったりとか、まあ、その企業だったりとか、まあ、自分でビジネスをやっていくという部分にすごい憧れまして、で、まあ、そうやっていくとですね、自分でビジネスを起こしていくという部分で、まあ、そこでやっぱり自分で頑張ったら頑張っただけ収入が得られるという世界をですね見てしまって、それでですね、まあ、サラリーマンは辞めようと思って、まあ、起業をしたわけなんですね。まあ、起業といってもですね、まあ、辞めてから、まあ、結構いろいろありましたけども、まあそのこう会社を辞めるってなんで辞めたのかと、どういう感情で辞めたのかと、まあ、結構私も聞かれることが多いので、まあ、その辺をですね、ちょっと今日はお話しさせていただきたいなと思います。はい。で、実際ですね、まあ、インターネットビジネスを学びたいと思うんですね、このラーメンの時に、まあ、副業で始めようと思いまして、30万円の商品を買いました。まあ、なけなしのお金ですね。まあ、まあ、結構こう頑張って、働いたお金、なけなしのお金30万円とやっていてですね、これ全然使えなかったわけですね。はい。まあ、全然使えなかったっていうのもプラスアルファ、さらにですね、まあ、時間がないとか、疲れて寝ちゃう、とかですね、あとは、難しい、めんどくさい、はい、まあ実際こういうことですね。みんなでもこれだと思います。実際自分で、ね、本業があるとですね、本業があってよっぽどこの本業がですね苦しいとか、生活なんとか、でも本当に昔から成功したくて、頑張っているとか、ね、頑張っていてこうやっててやってるのであれば、まあ、副業でですねなんとか稼げて、そこからこう行くかもしれない、行くかもしれませんけど、なかなか難しいんじゃないかと僕は思いました、正直ですね。まあ実際こういう感情が生まれて結局結果ではなかったわけです。出なかったわけですね。出なかった。はい、そこでですね、
もういろいろ考えた結果、まあ、いろんな人の動画を見ました。いろんな人の動画を見て、いろんな成功者の人の動画を見て、いろんな本を読んでてやったんですけども、まあ副業でねやって、副業で、ね、初めてなんかこうねごちょごちょごちょやっていたら、まあ絶対成功できないだろうなって僕はそこで実際思ったんですね。はい、まあ、なのでこの辺のですね、言い訳ができないように、この辺の言い訳ができないようにですね、まあ、ちょうど、まあ、僕はこの、まあ、与沢塾に入ってたんですけども、まあその中のですね、こう IBS っていうやつにね入ってたんですけど、入ってたんですけども、まあこの辞めた後にですね入ったというよりは、これの開校に合わせて辞めたという感じですね。まあこれが29万ぐらいですか、確か。でもう言い訳が、さっきの言い訳ができないようにするためにここで辞めて、辞める、ここで、まあ、安定した、収入を途絶えさせて、まあ結構、まあそうですね、まあ普通に、まあ、僕のように、まあ、学歴とかなくて、で実際そんなに成功したりとか夢もなかったような、人がですね、行くにはなかなか、まあサラリーマンで600ちょいは結構いいかなという部分で、まあ割と普通にいい感じの生活はしてたので、そこでですね、このなかなか副業には手をつかないと、実際で いいんですかね、自分でなかなかの生活を送れてるわけなので、そこで、まあ、実際何も実際できないというのでこうやめたわけですね。一気にこう人生を変えようと思って、もうワンステージ上に行きたいと思ったので、まあ、やめるという決断を、しました。まあ、なんでですね、今日のこのなぜ有望なんだこのラーメン屋さんを辞めて起業したのかという部分で、言うと、本当にここですね、どうしても意識の問題で、やっぱりみんな皆さんその現状を確かに不満に思ってます。もっと稼ぎたい、もっと稼ぎたいって実際みんな思ってます。お金みんな欲しいと思うんで、ただですね、実際に本当に稼ぎたいのかっていうところまで実際ちゃんと落とし込めてないっていう部分があるんですね。なので例えば、今、例えば月に30万円稼いでて、まあ、サラリーマンでもらったとしてて、じゃあ副業で確かに10万円欲しいと、ね、10万円稼ぐ方法を教えますよって言ったら、もちろん、はい、お願いしますってなるじゃないですか。無料であればと、まあ、無料であれば多分すぐ、多分教えてくださいって言うと思うんですね。ですが実際30万円もらっていて、まあ、家賃も払って、まあ、遊びにも行ける、飲みにも行ける、まあ、お子さんとかねいる方はまた別かもしれませんけども、まあ、これはまあ一人で、一人暮らしのサラリーマンの人の場合ですね、まあ、飲みにも別に普通に行けるし、家賃も払えるし、まあ、豪華な生活はできないかもしれませんけども、まあ、生きていくことができますね。でちょっとまあ遊んだりとかもできるという部分であると、結局ですねやらないんですよね。はい、ここの部分ですね、ここの部分、ここで安定ですね、安定ね。で安定してるとそこ以上に行くっていうのが、ね、難しいんですよ、なかなか。だって平気なんですもん、やんなくても、はい、やんなくてもいいんです。やんなくてもいいってなると人間ってやらないですよね。掃除とか例えばね、掃除とかでもそうだと思います。あ、今日はめんどくせえ、いいやって、やんなくても明日できることじゃないですか、別に掃除とかで、明日やろうで結局なかなか掃除しなかったりとか、まあ、宿題、ね、学生の時の夏休みの宿題とかね、小学校の時の夏休みの宿題とか、別にやんなくてもいいんですよ。実際は一番最終日にやればいいんで、はい、僕も最後の3日間にやったタイプだったんですけども、だからそのやんなくてもいいってなると結局人間ってなかなかやらないと思うので、それも僕も重々分かっていましたし、まあ、サラリーマンの時にですね、まあ、成功哲学とかめちゃくちゃこういろいろ学んで、
こういろんなとこいろんなこう本を読んで勉強してってやっていたんで、まあ、そこですね、これ安定があるとダメだと、いう部分があったんで、ここで、まあ、一切、ね、安定を断ち切ってこっちの世界に踏み出したというのがきっかけですね。まあ、なぜという部分で言えば、まさにこんな感じですね。で、まあ、人それぞれあると思います。まあ、例えばその、これは例ですけども、まあ、これがラーメンじゃなかったとしても、例えば、今、現状で20万円の給料をもらっています。20万円はあるかな。30万円。もらっていますと。で、30万円の会社で働いていれば、まあ、よくても50万ぐらいですね、多分上がって、で、最終的に、まあ、年取ったら600万ぐらいになるんじゃねえかなぐらい、このレベルのお仕事があるとしますね。で、この上に例えば、これの次が、こう月収が40万ぐらいで50万にしましょうか。50万ぐらいで働いていて、で80万ぐらいになりますと。80万になる、まあ、会社があったとしても、企業が働いてて、まあね、40歳とかになったらこれぐらいに行くんじゃないかっていうぐらいの希望がある会社で働いてるとして、まあ、8、2が6の960万円年収。年収。ここでなんかこうあるわけですよね。で次が、3000万円年収、3000万とか。で次1億とか。ここでこうかくフェーズがあると思うんですよ。はい。で、ここに、こっちに行くのってやっぱり難しいですよね。この生活があったら、この生活があったらこっちに行くのもなかなか難しい。これをやりつつこれっていうのは結構難しいわけですね、はい、だってこれあるから別に安定ですね。安定があるから別に、ね、900万円行かなくても行きたいっていう気持ちはあるんですけど、行きたいのと行きたいっていう気持ち、思いっていう部分と、本当に行かなければいけないっていう気持ち、思いって全く別物である、あるんですね。なので、まあ、ここで、独立して1000万を目指すとか、例えばですよ、まあ、それか転職をするとかですね。転職、キャリアアップとかね、言いますね。転職するとか、まあ、独立するとかですよね。ってなると思うんです、はい。まあ、これが、まあ、何かっていう話ですね、実際は。まあ、極端な話ね、まあ、あのネットビジネスがなくてもそうだと思いますけども、まあ、これをこうどういうふうに移動していくか、転職なのか独立なのかって、企業なのかっていう部分だと思うんで、まあ、ここをですね、どう打ち破っていくかっていう部分が、すごく大事だと思います。まあ、転職であれば、安定した収入、まあすごい日持ち生活はしなくていいとは思いますね。だから変えるだけで、ね、一応固定給から固定給に、移動するんでいいと思いますけど、まあ、ここで僕はこっちの独立ですね、固定給安定の方から、独立僕の場合は大体ここからここの感じですね。ここからここに行きたかったと。まあ、でも僕はここ見えてたんですよ、はっきり言って。僕はこの辺見えてました。こことここ。僕はここにいるときに、こことここを見てました。ここに行きたいと思ってました、実際。
で、ここから、ここ、ここからっていうのは、あの一応こう目標立ててやっていたんで、まあ、独立して、まあ、同じ業種ですよ、ラーメン屋独立、まあ、独立で、さらにこう店舗増やすとか、なんかそう違う仕事やるとかいう面で、まあ、ここは実際に見えてました。はい、まあ、あの目標にできる、できそうだなっていう、あるじゃないですか、そうだって。自分がどれぐらいいけるのかなみたいな予想みたいな。でも僕、ここは考えたことなかったんですね、実際。ここ無理だと思ってたんです、はっきり言って。無理だと思ってたんですけど、まあ、インターネットとかっていう、インターネットビジネスっていう部分で、僕は、ここに、これを見てしまって、これを実際やってる人を見て、僕はここに行きたいと。ここに行きたいと。ということで、この部分ですね。この部分を、この部分はここでなんとかいろいろ試行錯誤すれば、まあそうですね、30歳、まあ、40歳ですかね、40歳ぐらいであれば、なんとここまでいけると思っていますね。ただ僕はここに行きたくなってしまったと。単純な話です。ここに行きたくなった。そしてここが見えた。ここに行けると思った。ここに行けると思ったんで、これを全て捨てて、ここのこの辺から始めたっていう話ですね。はい、なんで、まあ、なぜ辞めたかって、言いますと、ただ単純に今まで、3000万ぐらいが自分のマックスだったんですよ。自分のマックス。でも1億取ることが見えて、じゃあやめなきゃなっていう、この職業じゃ無理だと思ったんですよね、はっきり言って。まあ自分の人生のこう無理だって言っちゃいけないですけども、まああの一応自分が考えうる中ではですね、この時の自分はこれは無理だったわけです。でもこれがいけるって思った、これがこの職業じゃなかったら、今までの自分じゃなかったら、これからこれから考えうる、これから転職する、これから思い描く未来に、僕の思い描く未来にはこれがあったと。これを行くにはどう考えてもこれをやめなきゃいけない、これをやめた方が効率的であると判断したので、僕はやめたというわけですね。はい、なので、今現在ですね、まあ、その悩まれてる方とか、結果が出ない方とか、まあ、サラリーマンの方とか、まあ、自分はどうしようとか、まあ、ここにいるのか分かりません、ここにいるのか分かりません、このちょっと前にいるのかも分かりませんけれども、ですね、まあ、人生を変えたいとかですね、まあ、その最終的に目指す場所ですよね。目指す場所、どれぐらい欲しいのかなっていう。基本的にあの無理なことはないので、人間っていうのは無理なことはないと思います。あの叶えたいって思える物欲を願えば、誰でもですね、みんな、そうだと思います。今、成功している、ね、あの上場企業の社長さんとかでもみんな、スタートは基本同じだと思います。まあ多少は違うと思いますけどね。まあ、ただその、ね、成功したいとか、世の中の人に役に立ちたいとか、まあ、いろんな思いでですね、多分こうどん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 こう試行錯誤して、こうやって頑張って頑張って頑張ってやっていってるわけです。なので、もしですね、現状を変えたいとか、まあ、そういうふうに思っている、もしくはここに行きたい、ここに行きたい、ここに行きたい、ここに行きたいと思っているのであれば、まあ、逆算ですよね。ここに行きたいならどうする、ここに行きたいならどうする、ここに行きたいならどうするっていうのを真剣に考えてですね、まあ、ぜひとも参考にして、まあ、今後いろいろ考えてい、っていただければなと思います。はい、それでは、本日はありがとうございました。